羽田正義は、日本の俳優。ビーコンアライアンス所属。東京都千代田区生まれ。幼い頃から演技に興味を持ち、俳優を志す。2000年に、奈良橋陽子の主催するユナイテッド・パーフォーメイヤーズ・スタジオ・アカデミーを経て、エドワード・ズウィック監督のラスト・サムライに出演。真珠の耳飾りの少女を監督したピーター・ウェーバーが、メガホンを取った終戦のエンペラーに日本人通訳、高橋役で出演。存在感ある演技が注目される。またキアヌ・リーブス主演47RONINでは安野役を好演。2014年にはトム・クルーズ主演のAll You Need Is Killへの出演も決定。国内のみならず海外からの出演オファーが多く、ハリウッド作品への出演が続く。現在、東京と欧州を拠点とし活動している。特技は乗馬、殺人、料理、書道で、殺人は北辰一刀流三段の有段者。調理師免許も有し、書道は三段でサインを求められると毛筆で、フルネームをサインするという。私生活では2008年に歌手のhitomiと結婚。一児を設けるが2011年に離婚。ありがとうございます。